ちょっとやりますか。フローレンスの感想を喋るだけの動画ですね。先日まあ実況動画としてね、遊んでみて、で、こんなに好きかって。なんかね、自分でも不思議になるぐらい、すげえ良かったんですよね。で、まあ、動画でね、やったのはスイッチ版だったんですけど、スチーム版とかもやったりして、だから3週以上やってるし、まあ、動画の編集のね、タイミングで何回か通しで見ているので、だいぶフローレンスのね、物語を見てるんですけど、で、動画のね、一周終えた後の、パート4の最後のとこで、感想をね、ちょっと喋りましたけど、結構、その時とは印象変わってる部分もあったりするんで、まあその辺も含めてね、このゲームの好きなところを話していきたいなと思っているんですけど、まあ大きく分けて3つですね。まあまずミニゲーム。あと色。色の使い方ですね。あとは全部ですね。むちゃくちゃですね。まあ、本当はね、ストーリーって書こうとしてたんだけど、でもね、ストーリーだけを抜き出しても、俺、そんなにね、めちゃめちゃ好きってほどではないかなって思って、ただ、フローレンスというね、このゲームを通して語られるお話がものすごい好きで、だからまあ、この辺のね、要素とか全部ひっくるめてなのかなって思って、もう全部って書いちゃったんですけど、まあまあ、ちょっと頭からね、行ってみましょう。まあ、ミニゲームっていう言い方が適切なのかわかんないけど、プレイヤーにさせる動作、たくさんあったと思うんですけど、あれが、うまいですよね。このゲームそんな刺さらんなって思った人もね、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、多分ここについてはみんな感心するんじゃないかなって思うんだよな。これね、歯をね、磨くところでね、初めて出てきて、これをね、左右に動かすとスティックを。ああ、こういう感じで進んでいくのねって思って。だからこの時点では、まあ別になくてもね、ただボタンを送るだけでもいいのになとか思っちゃったんですけど、ただこれがあることで、やっぱね、すごくフローレンスとプレイヤーの距離が縮むっていうか、うん、あれがなかったらだいぶ感じ方は変わるかなって思うよね。で、その中でも特に、これうまいよねって、ここよっていうね。俺の好きなポイントをね、具体的に挙げていきたいんですけど、まあどうでしょう。一番インパクトというか、いい意味でも悪い意味でもショックがプレイヤーに来るのがここじゃないですか。ストーリー的には、ものすごいしんどいとこで、プレイヤーとしてもね、辛いんだけど、ただ、うまいなっていうので、ちょっとテンションも上がって、ぐちゃぐちゃになるとこですよね。いや、これはね、あ、もう、ダメなんだって、こんなにわかりやすく万人に伝えられる手段があるんだなって。パズルってね、それまでも出てきてて、てかパズルに限らず基本的にどの動作もね、反復なんですよね。で、ちょっと変えることによって、ものすごいプレイヤーにいろんなことを伝えてくるっていうね。よく考えつくよなと思いますけど。言葉がね、出てこないゲームだし、で、細かいとこまではやっぱ描写も、あえてでしょうけどね、されないので、この喧嘩だってね、どういう理由でどっちがきっかけで始まったかわかんないし、で、そこが見えちゃうと、やっぱね、どっちがいい悪いとかね、そういう風になっちゃうから、もうお話上ね、ここで大事なのって完全に二人の心が離れてしまったし、もうハマることはないっていうね、ことなんですよね。それをパズルっていう形でね、どんな言葉よりも説得力を持って伝えてくるっていうね。このパズルがなかったら、
なんとかやり直せないのかみたいなのね結構グダグダ言い続けたと思うんだけど、俺も。もうこれね、自分でやってるからさ、あ、はいっていう、うん、もうダイレクトにショックを受けるほかないっていうね。まあこのすぐ後にね出てくるもう一つのパズル、あの離れていっちゃうやつね、あれもですけど、ひたすらに辛い気持ちになるというチャプターですよね。っていうのはやっぱフローレンスだけじゃなくて、やっぱクリシェのことも結構好きになってるから、うん、辛かったんだと思うんですけど、でそこもさ、ミニゲームの使い方がやっぱうまいっていうところがあると思ってて、このゲームの中のミニゲームシーン一つだけすげえ浮いてるやつがあって、浮いてるというか、なんか他と明確に違うやつがあって、ここですよね。クリシェが部屋を掃除するっていうシーンがあって、これ以外のシーンって基本的にフローレンスがいる場面で、フローレンスに関連する何かの操作になるんだけど、ここだけそのルールを破ってて、フローレンスがいない場でクリシェを操作すると、もうね、手がね、クリシェですもんね。ここはまあ部屋にね、置いてあるアイテムで、クリシェがどういう人なのかっていう、まあ、インド系の移民なんだなとかね、この辺をプレイヤーに伝えつつ、あとは、どういうものを持ってるかですよね。まあ、チェロはあるだろうなっていうのはね、当然わかるんだけど、靴とかね、ガネーシャ像とか、この謎のフィギュアとか、引っ越しのタイミングでいきなり出てくるより、やっぱここで一回見せといた方がね、いいですよね。まあ、最終的に片付けさせるんだけどね。あそこほんときついからな。自分でやらないといけないからね。だからまあもちろんね、今後のシーンのためのっていう役割はあるんでしょうけど、それ以上に、ここでね、クリシェを操作できるんで、なんか、うん、やっぱ、フローレンスと同じようにクリシとの距離も縮まるっていうか、あ、いいやつだなってこれだけでちょっとなるんだよね。ただね、付き合ってる子が部屋に来るから片付けておくっていうだけのシーンではあるんだけど、ここがあるから、うん、やっぱ安心できるよなとは思うよね。うん、ここがないと別れた後っていうか、まあ、全部終わった後に、結局クリシって何考えていたのかなっていう風にもなっちゃう気がして、フローレンスを操作するっていうね、このゲームのルールみたいなのを、一回破ってこれをここに入れる意味っていうのは、うん、すごくあるなって、2周目やっててすごい感じましたね。あとは、まあ、さっきも言ったけど、基本反復っていうね、歯を磨くシーンとかね、まあ、引っ越し作業のところもそうですけど、同じ動作を違う意味でさせてきたりとかがすごくうまくて、その中でもね、特に好きなのは、時計ですかね。プレイヤーがこう、時計をね、進めると、時間が流れていって、絵が変わっていくっていう。何回かね、使われる表現だと思うんですけど、まず、最初がね、このチャプター2で出てくるね、7歳から成長していって、このタイミングでの今25歳のフローレンスになっていくっていうやつですけど、ここで初めて、あ、このゲームなかなかいいパンチ持ってそうだなって身構えた人多いんじゃないですか。俺はね、ここで親ってあってね、なりましたけどね。まあそこだけじゃなくて、この時計表現結構しんどい使われ方多くて、基本的にいい状況から落ちていく、色あせていくっていうシーンに使われるんですよね。まあここに載せているもの以外でも、フローレンスとクリシュの愛がこうね、こうなっていくっていうとことか、あと絵の具セットがね、日々の忙しさに文字通り埋もれていくっていうところとか、なんかこの時計出てくるとちょっとね、嫌な予感するっていうか、うん、あんまいい思い出ないんだけど、
最後ですよね。クリシとの別れで完全に色を失ってしまったフローレンスが絵を描き続けるっていうところでも使われていて、まあリアルに生きてて、やっぱ時間って残酷だよなって思うこと多いじゃないですか、でもそれだけじゃないんだよねっていうことですよね。時間とともに衰退していくものって、まあ、確かにあると思うんだけど、最後のシーン本当に綺麗ですもんね、ここね。冬から春になって夏が来 て、でどんどん色がね豊かになっていって、これを最後に持ってきてくれるっていうところが優しいって優しいなーって思うところですよね。いや、色あせていくものだけじゃないよってね、こうメルボルンの人々がね言ってくれている気がして、ここはすごい好きなシーンですね、チャプター19ね。はい、まあミニゲームについては以上かな。まあちょっと色のところでもね、触れたいミニゲームは別にあったりするんだけど、色の使い方の話しましょう。これですよね。フローレンスはもう色のゲームと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい丁寧というかね、すごく色に意味を持たせているなっていうのを、普通に一周目やってても思いましたけど、例えばこの、まあ、パズルですよね。恋愛パズル、パズ恋ってやつですけども、この会話がね徐々にスムーズになっていくっていうのをパズルのピース数で表してて面白いなって思ったんですけど、ここって実は色もねあるんですよね。あの最初のデートの時、クリシはね黄色で喋ってるんですけど、フローレンスは色がねシーンで変わるんだよね。で動画の中だと、まあ、ちょっと恥ずかしいからこの色なのかなとかね言ってましたけど、おそらく恥ずかしいからというよりはクリシの服の色なんですよね、両方ね。フリッシュに合わせていると。でこれがちょっと時間経って2人の仲が深まった後だと、もうねフローレンスも自分の色で喋ってんだよね。フリッシュも自分の色で喋ってるし、だから最初の頃って、あ、すごいクリッシュに合わせてるんだっていうのが他のシーンと比べるとわかるんですよね。パズルのピース数でもですし、吹き出しの色でも最初の頃のものすごい探り探りな感じを表現してて、おーってねえ、あの恋愛とパズルは相性悪いって言われてるからね俺も過去に言われたことありますし、そのね二つの要素をここまでうまく料理してくるのかってね、なりますよね。うまいなーって思うんだけど、だからすごいね、色を一つとってもすごい考えてつけてるんですよね。でおそらくこの作品で一番意味を持たせられている色っていうのは黄色ですよね。大事なものは基本的に全部黄色なんだよね。クリシを初めて見た時に奏でている音楽だったり、特別なね価値があるものっていうのは黄色になってると思うんです。だから2周目以降ね、遊ぶときに何が黄色なのかと、黄色だったものがいつ黄色じゃなくなるかとかとかに注目して見てると面白いんですよね。あとよく出てくるのはフローレンス自身の色としての青、水色系っていうのは強調されてる感じありますよね。あと色がついてないっていうところもね、やっぱり意味はあるんだろうなって思いますけど、辛い時とかね、あんまいけてない時とかって目に見えて色がなくなっていきますからね。あとはラストのね、クリシと別れて色を完全に失ってしまったフローレンスがもう一度筆を取って絵を描き始めるっていうシーン、チャプター19のとこですけど、その瞬間の色ですよね。
黄色でもこれまでのフローレンスの色である青でもなくて、緑っていうのがね、よくてまあこの後時計のね表現を使って、この目がね育っていくっていうところにもかかってくるんで、まあ緑なのかなって最初思ってたんだけど、この青と黄色を混ぜ合わせて作る色っていうところもあるんですよね、きっとね。ここで緑なのはすごく意味が込められているというか。でもこのシーンの後ってフローレンスの色は青系じゃなくて緑寄りになるんですよね。服とか、まあ、描く絵もそうですしね。ほんとね、丁寧なんですよね、色の使い方がね。で、まあこのゲーム全部好きだなという話になっていくんですけど、俺一周遊び終わって、でパート4のね最後の感想喋ってるとこで、まあ、恋愛も描いてるけど、本当はフローレンスが夢を叶えるまでの物語だったのかなとかね言ってたと思うんだけど、ただそれだけで俺こんな好きになるもんかなってちょっと疑問を抱いていて、まあ夢をね叶えるっていうのは素晴らしいことだと思うけど、でもそれだけが全てじゃないよねとも思うし、ね、夢とか別にないです、なかったですっていう人もいるでしょうし、まあ夢はあったけどね、結局叶えられなかったけど、でも今幸せですっていう人もたくさんいますよね。そこに上下とかないと思うし、夢叶えてハッピーエンドってだけだったら、ここまで好きにならないはずだよなって思って、なんでかなって思いながら2週目3週目って遊んでたんだけど、一応整理できたんですよね、頭の中でね、なんで俺がこのゲームをこんなに好きなのかについて。フローレンスって色がほとんどない生活を送ってて、まあ、薄い水色だけの生活でしたよ最初の頃は。ただそれがクリシと出会ったことで色を与えてもらったわけですよね。で、クリシとの生活の中で画家になりたかったっていう忘れてたはずの夢を思い出して、でクリシにもらった絵の具で絵を描いて画家になるっていう話じゃないですか。で、このゲームにおいて画家っていうのがどういう存在として描かれてるかっていうと、色を与える存在なんですよね。チャプター2でさ、プレイヤー実際にやらされるじゃないですか、7歳の頃のフローレンスとして。これ俺がオーストラリア目玉画の聖地をね作ったやつですけども、これなんかさ、別にペイントっぽい感じで全部描かせて、でここで描いた絵を毎回こいつの代わりに出すっていうのもできそうじゃない。むしろ画家だったらそっちの方がぽい気もするかなとか思うんだけど、でも船とね、蝶、まあ画ですけど俺のは画でしたけど、このありものに切り絵風というかね、塗り絵風というか色をつけていくっていう作業だったじゃない。だからフローレンスが画家になるっていうのはどういうことかっていうと、もちろん夢を叶えるっていうのもあるんですけど、与えられていた人が与えることができる人に成長する話でもあって、そこにね多分俺はグッときてるのよねっていう分析。だからチャプター20の本当に最後のとこでフローレンスが個展開いてて、お客さんがいっぱいね来てくれてるシーンがあったじゃないですか。あそこって色ついてんのフローレンスの絵だけなんだよね。もうね最後ですから全部鮮やかに色ついてても良さそうな気はするんだけど、だからあの個展で絵を見てる人の中には、クリシのねチェロを初めて聞いた時のフローレンスと同じように、あんまり色のない生活を送って出たけど絵を見て色に満たされた人っていうのがいるんじゃないかなって、まあわかんないけどねちょっとどれぐらい開発人が想定しているかはわかんないですけど、でもそうだったらいいなって思うし、そう思わせてくれるような作りになってるとこが好きですね。
夢叶えるものだったらね、画家として成功するにしてももうちょっと挫折してほしいよねとかあるし、さすがにトントン拍子すぎるなっていうね。だからチャプター20はもうエピローグ的な感じなのかなって。あのチャプター19で最初の緑色を塗り始めるところ、あそこに至るまでの物語なのかなって思いましたけどね。あとは画家としてやっていけるようになっても OL 時代にやってた金勘定がちゃんと役に立ってるっていうところですよね。あれをちゃんと入れてくれるところがなんて信頼できるんだって思いますよね。人生に無駄なんてないんだよってねメルボルンの人々が言ってくれてるような気がして、ありがとうございますってなるよね。めちゃめちゃ短時間でねプレイし終えちゃうゲームなのに、うん、そういう配慮がねものすごい行き届いてて、できておるのできておるのメルボルンはってねなりますよね。あとまあクリシュはね最後は出てこないですけど、うん、出てこない方がいいでしょ。なんかあクリシュも成功してるんだなっていうのが分かるようなポスターとかが貼ってあるとか、そういう匂わせももういらないと思う。どうなったか分かんないのが一番綺麗じゃないかな。クリシュはねフローレンス以上にハードですよね。もともと人に色を与えることができてた人で、それができなくなってしまっててっていうことだからね。俺ワンスアゲインものにも弱いんでクリシュで続編あったら絶対号泣すると思うけどね。むしろ最初から泣いてると思いますけどね多分ね、うん、まああいつならきっと大丈夫だろうと思うほかないっすよね、クリシュについてはね。さあだいぶ喋りました。すごいね、1時間でプレイできるゲームの感想何分語るんだろうっていう感じになってますけど、いやほんとね自分でもびっくりするぐらい好きで、めちゃめちゃ黄色でしたよ俺にとってこのゲームはね。なんか頑張んないとなって思いましたね、やってね。はい、ということでフローレンスの感想会はこんな感じですかね。長々と聞いていただきありがとうございます。だいぶスッキリしました、はい、またどこか別の動画でお会いできたら幸いでございます。それでは皆さん。